こんにちは。マーリスチャンネルです。MC の JN3DGF カールです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は皆さんにお知らせがあるんですよ。コウさんお願いします。昨年は第1回の CW 初心者講習会を行いました、はい、今年も第2回の CW 講習会を予定しておりますが、今年は和文 CW の講習会を計画をしています。時期は今年の5月から6月にかけてです。和文に挑戦してみようかなと思っている方、それから和文更新にちょっと自信がないなと思っておられる方は、ふるってご参加ください。はい、会場が確保でき次第、詳細情報を KWD 近畿和文電信の会のホームページ上で発表します。皆さんチェックしておいてくださいね。今日はファースト QSO の体験についてですね。私は毎分60時、12ワードの速さが聞き取れていました。しかし、無線機をオンにして実際の更新を聞いてみると内容が全くわかりませんでした。それは練習で聞いていた符号はクリアで美しい1対3の符号でした。短波帯など実際の更新ではノイズや QSB、混信などがあり、さらに癖のある符号を送信する曲もあり、過酷な条件に圧倒されたのです。VUHF 帯では和文更新が多く、和文は全くわかりませんでした。符号は聞き取れるが更新できないという新たな壁が現れたわけです。苦労して符号が聞き取れるようになっても、実際の更新はなかなか厳しいものがありますね。そんなことに悩んでいた時、ある記念局の見学に行きました。そこでは YL さんが運用するということで、みんなの注目を集めました。その YL さんは、当然マイクの前に座ると思っていたのですが、なんと驚いたことに、CW で CQ を出し始めたのです。記念曲ですから、ほどなくパイルになりましたが、その YL さんは、笑顔でパイルをさばいていました。オペレートが終わり、その YL さんと話す機会があり、すごいですね。私はまだ更新ができないんです。と話しかけました。すると、慣れたら簡単ですよ。頑張ってくださいね。と答えが返ってきました。それはわかるんですが、慣れるまでが大変なんですよね。私は記念局の YL さんに背中を押され、その日の夜に、今日こそはファースト QSO に挑むという重大な決意をしたのです。ファースト QSO は未知の世界へ飛び込むわけですから、本当に怖いものです。しかし、命までは取られないだろうという開き直りで、なんとか勇気が出ました。昔の 7MHz 帯は、曲数が非常に多く、大変な混雑でした。昔の無線機には、ナローフィルターが入っておらず、同時に2、3曲聞こえてきます。オプションのナローフィルターをつけたのはかなり後のことでした。
現在の 7MHz 帯は混信も少なく、無線機には最初から優秀なナローフィルターがついていますから、本当にいい環境ですね。当日は時間をかけて混信が少なく、ゆっくりいた CQ を探しました。そして家を消して、ある局にコールをしてみました。するとすぐ応答があり、私のコールサインは確認できましたが、後の符号が全くわかりません。頭の中が真っ白になり、手が止まってしまい、空白の時間がありました。相手局の OM さんは、こちらの状況がわかったのか、速度を落とし、繰り返し送信していただきました。そして、双方の QTH と名前の交換をするのに、約30分もかかりました。更新が終わった時、緊張の糸が切れ、脱力感とファースト QSO ができたという喜びが混じり合い、複雑な気持ちになったことを覚えています。そして今でも親切に更新をいただいた OM さんに大変感謝しています。コウさん頑張りましたね。当時はラバースタンプばかりでしたから、本当に更新は大変だっただろうなと思います。ファースト QSO で学んだこととして、なるべく遅い CQ を探して、相手局のコールサインを聞き取ります。送信の符号は自分が聞き取れる速さよりも遅い速さにします。相手局の OM さんは、符号の調子などでこちらが初心者だと気づきます。わからなくなれば、コールサインとRST を交換すれば更新は成立します。さらに QTH と名前が送信できれば良いわけです。RST や QTH は数字の連続になりますが、2回繰り返して送信しています。更新がうまくいかなくても、相手局が何とか知ってくれると思います。したがって、ファースト QSO が怖いと思っているのは自分だけです。そうですね。何よりも積極的に更新してみることが大事ですよね。ファースト QSO は次の更新への原動力になります。失敗してもひるまず続けることで更新技術が身についていきます。50曲から100曲更新すれば余裕ができて更新が面白くなります。更新曲数が増えれば早い符号でも自然にわかるようになります。最初に勇気を出して更新することでそこから成長が始まっていくわけですね。はい、それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。